えー、皆さんこんにちは。海野和夫です、えー、今日はですね。赤とんぼで遊ぼうということで、子供の時のをちょっと思い出してですね。たまには赤とんぼで遊んでみるのも良いのではないでしょうか。赤とんぼっていうのは、あのー、同じところにね。戻ってくる習性があるんですね。この竹筒、ちょっと結構赤とんぼお気に入りで、えー、もうしょっちゅうやってくるんですね。逃げてもまたすぐに戻ると、えー、これはだいぶ赤くなった。 秋やかねですけどメスだと思いますねメスですがさっきのはまだ、えー、赤くなってなくてこれは赤くなっています秋の秋になると赤トンボは赤くなるんですねさて指を出してみたらそこに止まりましたまあ、同じところに戻る習性があるんでまあ、普通これで逃げるかなと思ったんですけども指を出したら指に止まったまあ、高いところに止まる習性が あるんですねまあ、この竹筒が、ね、赤トンボは随分お気に入りなんですねそれではちょっと目を回して捕まえてみようと子供の頃やりませんでしたかこれはどうでしょう捕まるかな赤トンボっていうのはあの目を回すわけじゃないんですけど目の前で指を動かすとですねそっちをずっと見てて そのためにですね注意が散漫になるのかなそれでよく捕まるんですよさあもう一遍やってみますどうでしょうか今度は取れるでしょうかさあ羽を捕もうというところですがとちょっと気が疲れてしまって残念ながら今回は失敗しましたこうやってね驚かしたりしてもですねすぐにまた戻ってきてくれます。 足がすごい毛むくじゃらですね。これは虫を捕まえるときに役に立つ、まあカゴみたいにして虫を捕まえるんですね。まあそれにしてもあのすごい毛が生えています。で、止まるときはですね、まず足を伸ばして、えー、それで飛び出すときは今度は足を蹴ってね、えー、空中にえ飛び上がります。えー、また戻ってきました。えー、ちょっとピントが外れてるかな。 うまくまく飛ばれましたね、えー。こんなふうにアカトンボはですね、えー、同じとこから飛び立ったり戻ってきたりするんで観察をするのがとても面白い、えー、昆虫です。